私自身も個人的にはストリートビューでいろいろなところを事前に行く場所をチェックしたりということで大変便利に使わせていただいているので、それと同じことがこの敷地内でもできるようになるのはとても楽しみだし、自分の仕事もすごく便利になるんじゃないかななんてことも考えてますね。今回たまたま6月の、北海道にとっては新緑の、緑の綺麗な時期だったの でかつ当日は天候にも、かなり恵まれて、綺麗な映像をたくさん撮れたということで、 Google さんも大変喜んでらっしゃったので、我々も大変楽しみにしてます。札幌ドーム、ご覧の通り大変大きな建物で、お客様が敷地に入ってでゲートから入場されてという一連の動きもかなり、たくさん道があって分かりにくいというお声をいただいてしまうこともあるんですが、今回お取りいただいたストリートビューを事前にご覧いただければ、どこから入って自分の目的のゲートにどうやって行けばいいのかというのが事前にチェックできるということで、やっぱりコンサートのイベントの前になると、そういった初めて札幌ドームに行きます、あるいは初めて札幌に行きますっていう方からのお問い合わせで、どうやって行くんですかとか、敷地内に何はありますかっていうようなご質問がすごく増えるので、そういった方はよくもう札幌ドームに来てるって大体分かってるって方に比べれば、ストリートビューで、あ、こういう建物なんだとか、あ、こういう道になってるんだっていうのが見ていただけるんで便利でしょうし、安心してお越しいただけるんじゃないかなと思いますね。で、今回このストリートビューの公開に合わせて、世界中の方がこの建物の敷地の様子を見ていただけるということなので、サッカーも野球も開催できる特殊な構造であるとか、建物の大きさであるとか、これが札幌ドームなんだっていうことを、多くの方に見ていただけるんじゃないかなというのを楽しみにしています。札幌ドームは、北海道にある施設で、なかなか東京の会社と連携してお仕事ができるっていうことは私のポジションのところだとあまりなかったので、世界的な企業の方と一緒にお仕事ができたのが面白かったなっていうのと、やっぱりいろいろなアイデアを持っている方がたくさんいる会社だと思うので、また面白いご提案を聞けたり、こちらも思いついたりっていうことでいい刺激になったなと思いますね。特に今回のストリートビューは Google さんしかやってないようなすごく特殊なサービスだと思いますので、お話しいただけてよかったなと思いますね。